栃木市背番号23番上田啓太です。よろしくお願いします。背番号37番、上下の上に田んぼの田の方の上田浩太です。よろしくお願いします。上田啓太選手から見た上田浩太選手ってどんな選手ですか？よく周りが見えていて、ミスが少ない選手。自分が目指していきたいなと思うプレーをする選手です。上田浩太選手、上田啓太選手見てどんな選手ですか？まあ、おとなしそうに見えるんですけど、結構、強気というか、なんか俺がどんどんシュート打っていってやる、みたいなのが、すごい伝わるので、見てて気持ちいい選手です。プライベートではどうですか？そうですね。まあ、よく、喋ったりするんですけど、ケイタからあんまり喋りかけてくれないんで、もうちょっと、来てほしいなって、ちょっと思ってます フリーキックのコツを教えてください。す。自分の曲がり具合とかスピードとかをイメージして、毎回同じところに蹴るように練習することです。なるほど。僕は、コウタさんのを見てから蹴ることです。うまい。丸抜ウルトラクイズなので、行きましょう。特設ステージの登場です。ドーン、来ますよ、ステージ。ほら、来た。 すごおい。すすごい。ごいクオリティ。来た来た来すた来た来た。これはすごい。こおれや金かばかっいてますですね。よ。上田啓太選手は、小学校1年生にサッカーを始めましたが、実はある人物と一緒にサッカーを始めました。その人物は、父親である。さあ、丸か×か。いきましょう。正解は、こちらです。×ということで、お父さんではないということでございます。お母さんです。お母さん、お 母はい。さん、え、そうなんですか？ お母さんと一緒に始めはい。て、まあ、最初はい。は軽い気持ちだったと思うんですけど、まだ続ええ。けてるので。さらに続けてるというはい。継続中。すげえですね。先生、どうぞ、ドン。でーん。はい。よしきさん、西川雄大さん、キイロさん。ええ。ハッピースマイルさん。で、アキラさん。あはい。おめでとうございます。黄金トッキーお立ち台が出現してると思います。そしてその上にはですね、最高得点者の5名の皆さんがワープしております。イェーイ。絶対に勝ちましょう。せーの。キープキームプービングフムォワービングフード。ォワード。はい。上田浩太選手、上田啓太選手でした。ありがとうございました。本日は皆様お集まりいただきありがとうちゃんでございました。